はい、えー、実践経営塾、人間塾の坂上等です。今日は京セラフィロソフィーについてです。京セラフィロソフィーというものがあります。経営の原点12箇条。京、えー、セラの稲森さんがやったものの中の一つなんですが、第10条が常に創造的な仕事をするとあります。今日よりは明日、明日よりはあさってと、常に改良改善を絶え間なく続けるという話なんですね。それは、えー、大事なことなんですけど、これ,これともう一つが、 能力を未来進行形で捉えるっていう言葉があるんです。どういうことかというと、今日、これでできる、できないって判断してしまうと、永遠にできないじゃないって。だから今はできないことでも、未来はできるようになるんだと。 そう思いなさいと、そしてそういうふうに努力していくんですよと、そして改善するんですよっていうこういう話なんです。したがって、今できる、できないを判断せずに、今は売り上げ、例えば、うん、まあ5億だと、でも来年は6億できるんじゃないかと、でそれをするために工夫、改善をするんだっていう、こういうふうに思う必要があるということなんです、えー。例えば例で言っていたのが、例えば掃除のおばちゃんっているでしょうと、普通に掃除やってますよねと。おでもお 真ん中からやるのを端からやったらどうかというふうに工夫ができる、そしてさらに雑巾でやっていたものを、なんかちりとりみたいなの分かんないですけど、モップを使ったらどうかとか、じゃあ機械を使ったらどうかというもので、1時間でやっても,も、30分でできないだろうかとか、そういうふうにやっていけばいいんですと、そうすればいつの間にか清掃の会社を,会社を立ち上げ、そして上場するとか、そういうことまでできるじゃないですかと。 全くゼロからその掃除をちょっとやるっていうことから始めたとしても、会社を作るとか、そこから大きな会社にしていくとかって思って、毎回工夫をしていけば、そういうことができるんですよっていうのを事例としてお話していたので、僕は、ああ、なるほどなと思った記憶があるので、常に改良改善を続ける言葉ではその通りなんですけども、自分は一体どんなことができるんだろう、今、今、売り上げ5億だけども、来年6億にするにはどうしたらいいんだろうと。 全くゼロから始める掃除であっても上場するというようなこととかが視野に入る場合もあるというようなイメージを持っていただいて常に改良改善を続けるダメだと思わないできないと思わないで必ずできるんだと必ず良くなっていくんだとこういうふうに思い続けることが大事だよというそういうメッセージと僕は捉えております